こんにちは、ねこねこみーやチャンネルのまるです。今回はミーアキャットを飼っていると部屋が大変なことになる動画とケージのお掃除、購入品の紹介です。それではスタート。ミーアキャットはいたずら大好き、ホリホリ大好きです。家の壁がほとんどボロボロになっちゃってます。ミーアキャットは可愛いですが、ホリホリするのが大好きで困っちゃいます。うちの壁は引っ越した時に猫の爪研ぎ防止のシートを壁全体に貼りましたが、博多にホリホリされて壁がこんなになってしまいました。壁から釘が出てしまって大変なことになってしまっています。ここのスペースがどうにかならないか考えていて、いろいろ試してみましたが、ちょうどいいものを手に入れました。ニトリの畳めるまな板です。お姉ちゃんがいらなくなったのでくれました。白があれば最高でしたが、見た目は気にせずにこれでいきます。まな板を貼った後どうなったか博多の反応を見てみましょう。博多さん諦めてくれました。なんとかボロボロにされずに壁は守られました。よかったです。次はここです。猫のご飯置き場です。掘り進めてしまって中から石みたいのが出てきてしまっています。一番ひどいところです。今直そうと思っているそばから博多はいたずらをしています。直そうとしてるそばからほんとこういうところがダメ。博多さん、ここにはまずニトリのランチョンマットを買ってきたので貼ってみます。その上から100均の網を貼ってみました。それでガードできました。それでは博多さんの反応を見てみましょう。諦めてくれました。よかったです。ミーアキャットを飼っている方、皆さんは壁問題どうしていますか？次に博多のケージの掃除をします。いつもは床を拭くだけですが、月1くらいでケージ全体を水洗いします。床がすごい汚れていますので床も掃除をします。Thank you.
トリでの購入品を紹介します。ニトリに行ってきて買ったものを紹介します。こちらハンモック買いました。もうちょっと落ち着いた色のハンモックもあったんですけど、お姉ちゃんにどっちがいいって聞いたら、博多はそっちのおしゃれ系よりこっちの方がいいんじゃないってことで、ちょっと元気色のやつにしました。ほら、博多と似合ってるね。博多似合ってるよ。そしてこれとお揃いのあ、好き？持ってきたい。それとお揃いの柄のヘッド敷きパッドを買いました。これもかわいい。これもモコモコして気持ちいいよ。ステッカー引かして。はいはい、コロンコロコロン。ごめんね。お揃い、これのベッドもあったら絶対買ったんだけどね。いいね。ちょっとつけてみましょう。どう？嫌だった？ちょっといいか、花ちゃん。花ちゃんどう？いい？これで。いいと思う。ちょっと行くか。はい、じゃあ一緒にちょっと行くか。今から花ちゃんとお外行きます。はい、じゃあ行こう。お外じゃないか。どこ行く？花ちゃんのチュッチュタイムです。ごめんね、暑くて。花ちゃんのチュッチュタイム。花ちゃんはチュッチュとふみふみするのが好きみたいで、呼ばれたらなるべく構ってあげるようにしています。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。